さて、今夜の挑戦者は地下セクシーアイドルベッドインのマスコデラカオリさんです。マスコデラカオリさんはバブル時代の始まりとともに東京都に生まれました永遠のガラスの20代。身長は160センチ、体重はアイドルでいうところのジュニアヘビー級だということです。バンド活動を経験した後、2012年、中尊寺舞さんと二人でアイドルユニットベッドインを結成。自分たちの意思で活動するセルフプロデュースアイドル を名乗り持ち前のバブル顔とバブル時代へのリスペクトを全面に押し出した活動で注目されていますそして筋金入りのプロレスファンでプロレスの陳前大使を名乗って挑戦に名乗り出ました陳前大使ンはカタカナ禅は 良い行い、善悪の善でございますね。まあすでに DDT だとか、頑張れプロレス、トリプルシックスなどのイベントにも出場されてるということです。さあ、そんなマスコデラ選手、現在はスタジオの隣にありますドレッシングルームで、今、ウォーミングアップの真っ最中と聞いております、その模様をちょっと覗いてみることにしましょうか。あ、立ち上がって、うわー、樹里戦、ね。 振ってます。ボディコンです。ワンレンです。って。懐かしい。もう本当にあの、六本木麻布台にぴったりですね。いや、ちゃんとラジオなのに。 ラジオなのに、いつものコスチュームで登場でございますよ。さあ、本当あの、ジュリアナ・ウタコさんをね、思い出すプロレス的には。さあ、どんな戦いになるんでしょうか思いっきりセンス振ってらっしゃいます。お立ち台にも乗ってるのかなツイッターつぶやく際には、ハッシュタグは美中美しい獣漢字2文字でお願いいたします。273回目のタイトルマッチ。ゴングはこの後、鳴らされます。 ラジオニッポン前中のハーリーレース T シャツ2014年バージョンはただいま発売中あの植木武さんによる男気あふれるデザインカラーはホワイトとグレーで1枚3240円ご希望の方はラジオニッポンショップショップ .jorf.co.jp まで 中島みゆきリバイバル。このテーマ曲に乗せましてリングインを果たしました。こにのゲストをご紹介しましょう。地下セクシーアイドルベッドインのマスコデラカオさんです。ようこそこんばんは。ワンバンコー <laughs> 期待を裏切らないですねいや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 、もう本当、しかもね、ワンレンボディコンっていう、この、チリバツにやっぱり、あの、神聖なる今日は試合なので、清掃で参りました。素晴らしい、もう本当、ジュリアナ・歌子さんというか、あと、あのね、エリザベス的な感じ、プロレス的に言うと、素晴らもう六本木っていうのは、でも本当、ホームグラウンドじゃないですかそうですね、ッポンなので、もう、もしくはアーポンギ的な、はい <laughs> 今日もちょっとシータクで参りました、ね、素晴らしいタクシーチケットバンバン切ってみたいな、はい、いい本当でもね改めて思うんですけど、はい、あの時代はちょっとおかしかったですねあそうなんですか、えー、はい。狂った時代でしたよ本当 実はあの、私、あの、まだ、その時代、生まれたばっかりというか、そうです。バブル時代と同時に生まれたので、ええ、実はリアルタイムを知らなくって、ええ、ぜひちょっとハウトゥーしてください。<laughs> でも、もう十分リアルタイム並みに知ってますよ。はい、あ、そうですか。いやー、でもまあ今日はですね、はい、もうこのテーマ曲、これもテーマ曲でいつも。あ、それはこれはですね、うん、実はあの、私が10年ぐらい前からずっと活動してる、別で、妖精たちっていうバンドをやってるんですけども、はいはい、その妖精たちの,あの入場曲、 いつもずっとこれででそうなんすこれをやっぱり聞くたびにやっぱりそのプロレス魂を込めて自分もステージに上がるってことをしてきたのでちょっと今日のこの番組にはこの曲しかないかなと思いましてそうですか初めて今回は念願かなって NWA 挑戦ということですけども今日は相方とご一緒ではなくてお一人でラジオ出るっていうのはそうなんですちょっと実はシングルマッチはバージンでしてなんとそうなんです初めて はい、ロストバージン。しちゃいます。私あの初めての相手を務めさせていただくっていうので、よろしいでしょうか。はい。うわ、初夜ということで。光栄でございます。ね、結構ね、実はいるんですよ。この番組が初めてっていうラジオ。そうなんですね。結構これまたね、よそて言われるとね、不思議ですよね。嬉しいもんなんですね。 何でしもう本当にプロレスが大好きで<っ>この番組も論持ちで存じ上げてて<っ>あの本とかも持っていたので。 本当にマンモスレピーですありがもうもうバンバンにそのバブル用語をね今日はじゃ織り交ぜながらというところなんでしょうけどえそのプロレスがもう本当に好きだともう本当にサンドのメッシよりもメッシよりもだってね今回あのあれですよ事前にこう簡単なアンケートにねお答えくださいということで10個ー質問を投げて帰ってくるんですけど普通は大体一言で終わるんですよ。もうね今回 これ A4 の紙で1、2、3、4、5枚ですよ。5枚になりました ?5 枚になりました。嫌な責めぶっ飛びいや、ぶっ飛んだのこっちですよ。あ、メです。いや、もうこんなにたくさん。いや、ちょっとあまりにも、ちょっと熱がこもってしまって、はい。しすぎです。あ、病んですぎちゃうんです。はい。いや、今日じゃあもうプロレスの話をたっぷり。そうですね。何の話からじゃあいきますえ、どうしましょう。まずちょっと多分、あの、 あの、そうですね、リスナーの方、多分、ベッドイン何ぞやっていうところもあったりすると思うので、あの、ベッドインのことと、あとは、あの、私のちょっとプロレスが、どの接点的なところを、はい、ちょめちょめさせていただければ。ぜひぜひ。はい。じゃあどうしましょうか。えっと、プロレスの目覚めいきますか、じゃあ。目覚めですね。はい。はい。目覚めは、じゃあ一体いつ頃何がきっかけだったんですかそうですね。あの、本当に初めての接点は、あの、父が、 プロレス好きで、うん、あの、本当にまだ、全然記憶がないぐらい小さい時に、あの、地元で、あの、マッチョドラゴンこと藤波辰美さんがですね、はいはい、あの、親子プロレスみたいなものを開催しまして、はい、何にもわからず父親に実は連れて行かれて、はい、はい、ちょっとあの、サインとかをいただいたっていうのが実は、初めての、はい、プロレスとの接点で。記憶はあるわけですか 記憶は、なんとなくサインもらったことぐらいは覚えてるんですけど、それ以外はちょっと実は記憶になくって。じゃあ、多分どうでしょう、はい、藤波さんが、おそらくセーラーズのなんかトレーナーとかを着てた時代なんですか、はい、そうですね、多分それぐらいの時代だと思います。はい、ですよね。はいで、そっからやっぱり、自宅でテレビ観戦みたいな感じですか、はい、そうですね、父がもういつもプロレス中継を流してたので、はい、それは見てたんですけども、実際に自分で観戦に、お生で。 行ったのは実は結構遅くて、8年ぐらい前なんですよ、それはまた、どこの団体で何の試合だったんですかねそれがですね、新日本プロレスの1.4東京ドームで、土定番で来ましたねそうなんです、多分メインが、棚橋選手と中村選手で、ちょうど世代交代ぐらいのありました、東京ドーム、2008年の1.4ですかね、はいはいはい、そうですね、それにちょっと行かせていただいたのが初めてで。 どうでした初めてのプロレスっていうのは。もう私はもうプロレス、まあその時代多分氷河期とかって言われた時代だとは思うんですけれども、私はもう本当純粋に、もうこんなになんかもう感動も、なんかドラマも全部詰まったエンターテインメントは、もうプロレス以外本当に山田かつてないと思って、そうなんですよ。もう本当に感化されてしまって、そこからどっぷり実はプロレスが好きになって、 でもうずっと一人で観戦に一人ではい一人でいろいろ行くわけですねそうなんですよなんかこうお友達と広がってとかそういうのなかったんですか、はい、あんまり実はあの周りにやっぱりプロレス好きの子がいなかったのでもうそこはちょっと一人上手な感じで<ー>はいじゃあ新日本プロレスこう誰が引っかかりましたささんですか中村さんでですすかか中村実は最初に好きになったのは<ー>あの飯塚選手でえ,え そうなんです飯塚さんですかはい。飯塚隆さんそうですそうですそうですどの飯塚隆さんですかねあ、もうヒールに実は転向してからの飯塚さんなんですけどアイアンフィンがつけた後そうですそうですそうですもうあの危なっかしさとかもうヒールをすごい貫いていらっしゃる姿に信念にもう本当に感動してしまってしかもさらにそのやっぱり遡った時にもともとのベビーフェイス時代の 姿も知ってもうなんてなんて貫いてらっしゃるんだというかそこにすごい感化されてしまって徹してるって感じですかはいはいそれではまってしまって飯塚さんもねバブル時代はねピンクのショートタイツを履いてたんですよあそうですよねそはいあとその前になるとね j j ックスでのそうですね蛍光色のはい思いっきりバブル通ってる人ですからねへえそうなんですよ で、それの、それからもう本当新日以外も、もうノアとかも、大日本とかも、最近だとマレスルワンとか、あとトリプルスとかもともと見に行ったりとか、あと DDT とかも、もう結構もういろんな団体を、はい、観戦したり、あとは水道橋の東道館というヴィンテージショップで、あの、昔のィンテージグッズの、あの、VHS とか、あとは本とか、紙のプロレスとかもですけど、 靴を集めたりとか時々いますけども、はい、じゃあ、あそこの流儀分かってるわけですね。そうですね。あの、入り口入ってすぐに荷物預けるとか、はいはい、はい、そうですね。番号札もらうとかね。はい、ああ。え、何どういうビデオを買ったりしてんですかそうですね。まあ、その、本当に、まあ、王道なところも集めてはいるんですけども、うん、中でもすごい好きなのは、あの、ビデオ安売りをシリーズとか、<laughs> あちょっとトッピーなやつですよね。はい。はい あの、剣道長崎選手のバリーツードイン商店街とか。はいはいはい。一軒家プロレスの。あ、牧選手の。はい。とか、あと、ま、PWC のとか。PWC のビデオもまだ売ってんんですかはい、そうですね。あと、ま、それ、野良の伝説、あの、高野ン治さんの、はい、とかに収録されたりとか。あとは、そうですね。 ななんだろうなあと FMW とか、<ー>そういうのも、わりとじゃあ、どうなんでしょう、まあ、でも王道なのも大好きなんですけど、えー、結構やっぱり、あの監視のポケベルが鳴ってしまうのは、はい、結構そうですね、もしかしたら、割とインディー路線というか。はいはい のものが結構好きなことはあるかもしれないです。ノーマルよりも、アブノーマルの方に感じると。そうですね。ベッドの上でもそうかもしれないです。はい。でも、いろいろ見ていくと、もう、どうですかその、好きな人っていうのがいろいろできるでしょうそうですね。やっぱりその、えっと、ま、リアルタイムでは見てないんですけど、その VHS とか集めてすごい好きになったのは、あの、ミスターデンジャーこと松永選手とか、もう、やっぱりサソリとか、 サボテンとか、はい、あと、歩くな手には電気ストーブとかまで使ってのデスマッチとか生み出してらっしゃるじゃないですか。そうなんですよ そういうなんかもう本当ストイックにこう追求される姿とか、うん、そういうところにすごくはいはい,いやいいっすよね松永さんこの番組も来てくれてねいもう有刺、ね、鉄線バットの作り方を実演してくれましたあのバット今どこにあるんでしたっけ <laughs> しばらくそこに置いてたんですけどそうなんですね、えー、スタジオとすに、ね。 ねえそんな松永さんが今なんかベースを弾いてるそうなんですよ、えー、しかも楽器もやっぱり指が今もう動かない指が後遺症であるみたいで、えー、なのでその指が動かなかったらじゃあ自分がそれに合わせて、はい、合,合わせて楽器を作ればいいっていう発想らしくてはい、はい、自分で楽器作ってらっしゃるんですよ全部へえそんな作れるもんなんですか弦楽器ですか ショベルとか、はあ、シャベルとか、はあ、なんか本当日用、品 <laughs> <ょ>はい。そだ全員用品。<曜><れ>そうなんです、そうなんです。えー、日用品になんかゴムとかを貼って、えーえー 演奏されてらっしゃるみたいで、まあ、音程が取れるもんなんでしょうかいやすっごいその,あのまだ小木ぐにはちょっと行ったことないんですが、えー、あの結構周りから聞いた話によるとすごい前衛的という話はでうねで毎回曲のたびにその楽器を自作楽器を変えるそうでは、えー、そうなんですよいやすごいなんか Mr.Danger もなんか行くところに行ってしまったような感じも。 でも、そういうのもちゃんと追っかけてるわけですよね。で、実際、そのプロレスの団体とも接点が生まれて。はい。いろいろやってらっしゃるんですよね。はい、あ、実は。そうなんです。うん、特に D. D. T. プロレスさんとは。はい、はい。あのー。なん、えっと、夏の魔物っていう、あのイベントで、えー。成田さんがやって。そう,そうです。そうです。そうです。 ご一緒させていただいたのをきっかけに、うん、あの、高木社長が、はい、多分、高木社長もね、バブルの時代に、こう、v イ,イ言わせたってた方なので。そうそうそう、そそ六本木でね、ね<ー>いっぱい人が集また人ですよ、はい。なんでちょっと懐かしくなったのか、はい、はい、すごい気に入っていただけて、はい、出演させていただいたりするときは、だからセコンド的な立ち位置で、一応、うん、最初は出させていただいたんですけども、うん、だんだんちょっと、あの、私たち、NG がなくて、はい 自分たちで設定してるので、ええ、だからそれが分かってきたのか、ええ、だんだんリングにも上がってる、あのー、だんだんいつの間にか巻き込まれるようなことになって、最近もうすでに受け身を取っているいや、そうですね、なんていうんですか、ね、例えば、えっと、この前の年越しプロレス、はいあのー、後楽園ホールで、大日本プロレスさんと、はい、DDT プロレスさんと、解体道場さんと会ったと思うんですけど、はい、あれの時とかは、あの普通にあのバラモン兄弟からの、 毒切りをですね。はい、あの牧場ミストを、はい、あの顔に浴びたりとか。はい そんな感じのことを顔面で受け出るとはい顔面でぶっかけを、はい、受け止めました本番を経験してるということではいどうですかそのリングってよくねリングはもうなんか麻薬だ的なすごく気持ちがいいみたいなこと言うじゃないですか実際どうですかもう神聖なるリングにまさかちょっともう上がらせていただくこと自体が私はすごい恐縮で、えー、はいそうなんですよだから強烈が好きすぎるとはいなんかこう上がっていいよって言われてもいやいやいやってななんですよ、ね、そうなんですよ,そうなんですよ ない人の方がガンといけるんですよねそうですよね、うん、でも上がってみたらやっぱり気持ちよかったってなりましたそうですねなんかもう ABCD いい気持ちで <laughs> はい沖田博之さん的なやっぱりはい。そうなんだまた上がりたいとかはい次はこんなことやってみたいとかってなりますあ、どうですかねまあ欲しがる声をいただける限り何でもやらせていただきたいなとは思うんですけれども、ね、はいもう団体も特に問わず何でもやりたいって感じですかあ、そうですねそこははい おまくらさせていただきますのでぜひお声掛けいただければと思います誰でもお相手いたしますと夜のプロレスもはいじゃあちょっとこの辺りで一曲いきましょうかえっとですね音楽活動もねやってらっしゃるんですがもともとベッドインの前にやっててそして今なおやってるというのは妖精たちというバンドたんですか妖精たちはですねもう年ぐらい前 もっとですか、ね、10年以上前に結成しまして結構なキャリアじゃないですかいえいえいえ、うん、ずっと本当にあの地下のライブハウスではい地道に、うん、はいバスへのキャバレーみたいな雰囲気でやらせていただいてるんですけども、はいえー、やっぱりそのプロレスをもう見てすごいそれの影響をすごく受けてるのが実は妖精たちという。えー バンドだったりしてえ何人人組組なんでですかみんなプロレス好きなんですかあ私だけなんです <laughs> やっぱそうなんですねじゃあそのプロレスマインドっていうのは他のメンバーはなかなか共有できないそうですねなかなかちょっと共有できないんですけども、はい、勝手にそこは、はい、ボーカルでリーダーっていうところもあってやらせていただいてて、はい、プロレスの影響を受けてはい,はいでそのあの幼たちでずっとやってるのはそのプロレスと同じであの入場を絶対にあの客席から、うん 行うっていうのをやっていてお、お客さんの間を通っていく、そうなんです。はい、あの見えない花道を、ええ、通ってですね、はい、あの上がるあのステージに上がるっていう、はい。 ずっとしてきて、それはちょっとプロレスのすごく影響だったりとか、もみくちゃにされてますあもみくちゃにするって、してますね。あはい。自分から触りに。あっ、しに行くっていうか、あそこは飯塚隆魂だね。そうですね、飯塚さん魂で、そこはいろんなお客さんにちょっかい出したり、あとは曲中もやっぱり、激しい曲のは、もは、場外乱闘しに行くぐらいの気持ちでもう、割と暴れまくって、っていう感じで、実はやっていて。 はいじゃあ、ベッドインの華やかな感じとはちょっと違ったそうですね、またちょっと少し違うんですけども、やっぱりそこであの培ったものというか、うんうん、そうですね、あのな,なんなんですかね、結構ミュージシャンとかの方って、ジー、うん、パンに T シャツで、そのままライブをするみたいな。 方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、私はもうすごくプロレスから影響を受けてるので、うん、もう本当に、なんですかね、コスチュームも着て、その香りというあの存在に変身して、うん、あのステージに上がるっていうふうに決めたのも、うん、実はプロレスが影響だったりはそうなんですしてるので、まあ、今もベッドインにも全然つながるんですけど、うん、やっぱりこの妖精たちが結構、そこの原点だったりは。 するわけですね。するんです。ええ。じゃあ,あ。真面目に語っちゃった。<laughs> なんで胸触ってんですか <laughs> 今、スタジオの中でなぜか自分の胸を触ってらっしゃいます。はい、じゃあ、ちょっと曲行きましょうか。はい、はい。じゃあ、その妖精たちの曲を聞いてもらいます。あり、はい、地獄です。妖精たち。 あり地獄聞いていただいておりますが、はい。このボーカル歌ってるのが香織さんなんですよね。そうなんです。ちゃんともう香織というこの確立されたこのギミックをですね<ー>、しっかりと演じ切ってらっしゃるという、はいえー。やっぱこう中島美雪さんなんかの影響を強く。 受けてらっしゃる感じありますかねそうですね、うん、中ちゃんみゆきさんは本当に昔から大好きで、うん、はいうん。いやでもちょっとこう伝わるね、はい、えグッとくる歌でございますが、はい、さあ、えー、この妖精たちはこれはこれとしてやりながら、はい、今やってらっしゃるのがベベッッドドイインンですこれはい「ベッドイン」というのはそもそも出会ったきっかけというのがまた2人ともはい。 別々に音楽活動をやってて。そうなんです。はい。まさにさっきの妖精たちも私は活動していて、ええ、で、あの、相方の前は別のバンドを組んでいて、うん、で、それでライブハウスでたまたま共演する形で出会って、はい、お互いバブル顔って言われないっていう話で。あるんですね、バブル顔っていうのは。そうなんですよ。ちょっと私、青田のりこさんに。いや、似てると思います。言われまして。<ー>で、相方は荒木師匠に行ってたので。<laughs> はいはい。はい。 でも息意気投合して、うん、もう最初は本当にあの板飯食べて、はい、あのティラミス食べて、はい、おけからでタウみたいなことをしてまして、はい、でも本当にただ飲み友達を数年ぐらいやってたんですけどもそこでちょっと意気投合をしたことがあってそれがあの結構今の世の中って割とねあのロリロリアイドルがやっぱり主流というか全然あの。 アイドルちゃんたちに、あの、罪はないんですけども、うん、あの、昔は、ああいうね、ブイブイ言わせてた、あの、ケバいお姉ちゃんたち、セクシーアイドルの皆さんが、もてはやされてたのに、はい、なんで揃いも揃ってみんな、うん、その、処女性を追い求めて、監視、うん、のビクトルそっちに行っちゃうのっていう、うん、ちゃんと本当に、自分のバディで感じてる、うん、っていう疑問があって、あの、一丁、この、バブル顔を武器に、あの、喧嘩を始めようかと。うん 思いましやいいですねちょっとこう反骨魂的なそうですね平成・新聞的な感じで言っていただけるとーですやそんな感じしますよ話聞いてるとまるで小中さんの話を聞いてるようなもう本当にまさにそんな感じの思いでちょっと当時本当にお互い昭和文化とか昭和歌謡が好きだったっていうのもあってその。 バブル時代のリスペクトも兼ねて、もう強くてまぶくてけばいなおんで、戦っていくぞ、みたいな感じで始めたのが、ベッドインでございまして。ああ、もう、ベッドインって名前も最高ですね。ああ、もうも、うやりたいこと分かるじゃないですか、なんか。あわ<ー>分,分かります、えー、はい。ちょっとやっぱりギルガメ魂を、はい、あの伝えていきたいなと思いまして。 一応ににラジオ日本企業の刺激をお届けしています前中のハーリーレース今夜は地下アイドルユニットベッドインのマスコデラ香織さんをゲストにお迎えしてお送りしております。もうプロレスが好きでいろいろおかけまあおかけてるというのはね先ほど伺いましたけど、はいはい、あの昔のプロレスも結構好きなんですよね。そうですね。えー、結構遡ってそれも。はい、いや僕びっくりしたのはその阿知羅原さんのね、はい、テーマ曲を何かレコメンドされて,るて。ああそうなんです。えー、はい。びっくりしましたよ。もう阿知羅原さんの。 そうですね。あの入場口、すっごい好きで、私。<laughs> あれ、バーブルとはまたもっと前の時代ですけどそうですね。 いや、もう、初めて聴いた時にすごい衝撃を受けて。あれでも本当名曲ですよね。はい。うん、もう、アーシュラーっていうところから始まり、はい、もうその後のあのファンクなそ<う>、ねえ。テてテてテっててテってっててね。はい。アーシュラー、スーパースタースタ<ッ>。そうそう,そう,そう<タッ>。ねもう、あれ、あれが本当にもう、本当に音楽としてもかっこいいなって、純粋に思ってはい、はい、もう、あれが実は私目覚ましなんですよえ。え目覚ましに設定してていつもあれで。 いつもあ,あの起きてるはい起きておりますは,はい,いやでもプロレスのねなんかこう好きだといろいろこう物なんかも集めたくなったりするんですけどはいなんかコレクションとかはされてるんですかコレクションはそうですね、うん、VH スとあとは T シャツとあとはもう 雑誌とかもあの紙のプルースとかも集めたりとかバックナンバーも集めたりしてますね,あのねさっき聞いたら年の離れたね、はい、兄弟がいらっしゃるのかと思ったら、はい、いないんですねはい、はい、一人っ子なんですはいゆっくり、はい、これはでも掘り下げるの結構自分の力でやんなきゃいけないから大変ですよねそうですねなんで本当にもう足しげく、うん、ヴィンテージショップに通い <laughs> もうじゃあ泉さんの顔のことも、はい、泉さんのお顔もよく よくご存知だとそうですねあのようやく最近「あ,のあ,のあマスコイラさん香おさんですか?」って実はあの声をかけていただいて、はいはい、そっからちょっと、はい、常連さんみたいなふうに扱っていただいてって最近もうすでに枕を始められてるんでしょうかそうですねあのいつもあのウインクしたりとかちょっとモーションを常にかけてはいいやでもまあいろいろこうどうですかプロレス見てて、はい、なんかシンプルな こう結論ですけども、はい、プロレスの何がやっぱりこういいんでしょうねプロレスに引かれる理由っていうのは私。私はもう本当結構2つぐらい思ってることがあって、うん、もう本当にこ,これはこの考えは全然これから見ていくうちにまた変わるかもしれないんですけどずっとそれプロレスになんでこんな引かれるんだろうっていうのはもうこの8年間ずっと考えてきてはい、はい、今自分の中で思ってる結論はやっぱりプロレスって。 あのまあ人間性と人間性のぶつかり合いが見える、なんか唯一のエンターテインメントスポーツだなって私は思ってる部分がありまして、なんかそこが、なんていうんですかね、力とか拳だけじゃないところがやっぱりあるじゃないですか。そこがやっぱり一番惹かれる 理由かなと思ってるんですけ、ね、まあ最終的にね、はい、その勝った負けたじゃなくて。はい、はい、そうなんですよ。人間を見てるっていうです、ね。そうなんです、そうなんです。だから本当にもうどんなに目立つ選手だけじゃなくて、そこそもゼロ次試合の、はい、あの、ものだって、はい、なんかもうすごいそこだけでも、やっぱドラマだと思うんですよね。うんうん、もうそこがやっぱり一番私は、あの、本当に目が離せない部分だったり。<ー>あともう一個は、あのー、 想像する余白がやっぱりあるところがすごい私は一番魅力に感じていて。全部言っちゃわないというか。そうなんです、そうなんですよ。うん、あの、これは別にプロレスに限らずなんですけど、はい、まあ,あ、小説とか、それこそ映画とか、うん、まあ、歌詞とかもそうなんですけど、うんうん、私は結構、直接的なものよりなんかちょっと余白があって、なんか考えさせられるものがある作品が好きで、はい、でプロレスとかもやっぱり言葉って、 だけじゃなくて、うん、もう技一つで語られるものとか、はい、あるじゃないですか。なんであの技出したんだけなの、ね、そ,うそうそうとか。今日なんでこのコスチュームなんだろうそうなんですよ。えー、とか、もうマイクもやっぱり全部が語られるわけじゃなくて、うん、すごいなんか、何かをちょっとな、なんか暗示させるものとか、だったりするじゃないですか。はいえー、やっぱそういう、なんかもう、ちょっと自分で見ながら想像したりとか。うん 考えたりとか、うん、あとまあ、それこそ今後の展開とかも、なんかちょっと予想しながら見たりするじゃないですか。はいはい、そうなんですよね、だからね、はい、プロス見た後っていうのが、一番こう、語れるというか、ねはい、そうなんですよ。見た人同士で。そうなんですそれで言うと、やっぱ映画も近いんですかね。ああ、そうかもしれないですね。映画も同じの見て、どう思ったみたいな話が。そうですね、そうですね。なんで、結構やっぱり、今の世の中って、その、まあ、やれ、やれ携帯小説で、めちゃ本当にもう、そのまんまのストレートなあの言葉で語られたりとか。 まあ歌詞とかもそうなんですけど、そういうなんか比喩表現が全然ない世界だったりするじゃないですか。うんうん、お手軽感というね。そう,そうなんです、そうん、なんです。なんで、そういった意味でも、本当にもっとこう、なんか想像できて、しかも、しっかりその体で感じられて、なおかつそこから想像して、 っていう風に考えながら見れるプロレスっていうのは本当にもっと日本に広まってほしいというか<ー>今大事なのはプロレスだってすごい本気で思ってるんですよ暑いですね、はい、いやでも僕もなんかその気持ちわかるというか、はいはい、そのこういう気持ちを表現するために、はい、まあ人間というのは気持ちを表現するために、はい、まあ歌ったりとか、はい、なんか物絵を描いたりとかいろいろあるじゃないですか、はいはい、そのプロレスラーは何を言いたくてこれをやってんだろうそうなんですよ考えますよね考えます。 すごい考えてもも眠れなくなくる時もあるあんですよなんでこのわざわざ痛いものを選んでんだろうとかねもしかしたら何も考えてないかもしれないいやそんなことはないとかね、はい、か試合見ながらもうワンツー今どうだっけとかね、はい、そのカウントがどうのこうのとかもう全然ね、はい、なんかどうでもよくなってそうなんですよ勝手にこうプロレスラーのね考えてることをね、はいはい、想像する世界に入っちゃいますよね入っちゃいます入っちゃいますあれ不思議ですね不思議です でも本当に、まあ、最近とか結構見に、一緒に見に行く友達とかも増えたりしたので、はいはい、その友達とかとも終わった後にもうすっっごい語り合ったりとか、えー、今、一番想像をかき立てられるプロレスラーとかって、誰なんですか、はい、今さすがにもう飯塚さん以上にいますよね。そうですね、えー、想像をかき立てられるというか、えー、もう最近、本当にあの感情を揺さぶられすぎているのは、実は DDT プロレスですね。 そうなんですよ、もう結構、この数年で、何回私、実際に泣いたか分かんないんですよ、見ながら、観戦しながら、ご存知かもしれないですけど、棚橋選手が出場されたね。時ありましたよね、横一線発言ですか、そうです、そうです、その流れをずっとリアルタイムでリティ見てたので小松選手と一緒に行った時とか、そうです、そうです、そうです、だからその前に、原島選手。 マイクですいとかもリアルタイムで実は見ていて、その DDT が原島選手との、棚橋選手の再戦をっていう話をした時も見に行ってたんですよ。で、高木さんがね、それにおけ出すというか。おけ出すというか、大花帝国がそれを言って、それに対しておけ出すみたいなところも見てて、もう本当に、もうずっと泣いてて、その時も。 音楽を聴いて最近泣いたことってありますないんです、実は。じゃあもう本当に一番感情が揺さぶられるのは、はい。間違いなくプロレスってことですそうですね。あとあ、ああ、ここで、ゴングですよ、かおりさん。ああ、やだ、もっとウンビーロングしてください。<laughs> 時間でございます申し訳ございませんキツカッチな感じでそうなんですよなってしまいました もう出なきゃいけないという感じでね残念ですそうなんですよ時間切れなんですねタイトルを待ち時間切れの場合は NWA ルールでドローという形。<ー>ドローの場合はチャンピオンが防衛でございます<ー>273回目の王座防衛に我々が成功ということになりましたゲロゲロ<はー> <laughs> 今そんなこと言う人本当にないですよ、ね <laughs> いやー素晴らしい、徹してます、かおりさん、どうでした、今日今日晩振り返って,みていやそうですね、うん、こんなに結構、真面目にプロレスについて、熱く語ったの、うん、実は本当に初めてだったので、ね、はいもう感謝、さねあられですいやーしかもね、単独ラジオ出演という形が初めてということ、はいはい、そうですね。ね 本当に今日があのサラダ記念日だなと。ああ。いいですね。バブル時代のことをちょいちょい挟んでくる素晴らしい、はい。試合展開でございましたけども、私も本当なんかあの。ね。はい やっぱプロレスにもバブルっていうのはあ,あったんですよ。はい,はいはいはい。もう、もうそれはやっぱり一番はやっぱ U. W. F. だと思うんですよねあ。そうですよね、えー。もう、もうまさにバブルですよ。はい,はいはい。もう、今日でやってましたからね。あの当時は思い出して仕方がないという感じがありましたけどね。S. W.、はい、S. S とか U. W. F.、あの辺もやっぱりもうバブルだなという感じがいたしますが。はい。そ